怪談話なんですけども、あの霊感とかは終わりなんですか？私はねもう全然そういうのはあの初めに断っておきますけど、はい、もう全く、まあ、信じないっていうか俺は少なくともないなっていうふうに思ったんですよ。だから、はい、人様のはもう絶対その体験談とかねそれはもう本当はあの興味津々でずっと伺っては来たんですけど自分は全く素質っていうかそのはないなと思ってたんです長らく、はい、でも一度だけねその霊感とかなんとかってことじゃなくて全くそのもう未だにそうですけど説明不可能っていうかあれだけはもう何だったんだろうっていうことはありましてねそのお話からでよろしいですかね。体験談でございますね。まずは人様から伺った話の前に自分の話をさせていこうと、いただこうかと思うんですけどよろしくお願いします。これはですねもう20何年もう私が大学入って1年生の頃だから20歳ぐらいかお笑いやる前ですよね。そうですそうです、はい、20もう7、8年前の話になるんですけど学費稼ぎのためにね少しでも割のいいバイトないかって探してたら、はい、夏休みですよあの小学校の夜間警備員夜警の仕事がある、うん、で結構よかったその時でね、2週間以上15、6日勤め上げてだから毎日その学校通って要するにその泊まり込みでその警備して、うん、備でトータルでね随分、いい額もらえたんですよ、うん、16、7万とかかなりの額悪くないなと思ってで即採用してもらって行ったんですけどまあいろいろあの不都合があると思うんであの土地の名前とかね学校の実名は控えますけど100年以上ね、開校してから歴史刻んでるとこらしくて、うん、校舎のね半分が木造だったんですよ、うん、ものすごくその雰囲気のある作りでで最初はねあのまあ一応、その校舎の全容を把握してどういうルートでやっていくのかでね島田さんは夜警とかってご経験あります？夜間警備員の。ああないですないです。そうですか、はい、とにかくね不気味なんですよ。あ夜のね小学校ってねあのほら生き物係があの水槽にね魚飼ってたりするでしょ、はいはい、でブク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 って音ああいうのがね夏の暑い時ねそのなんかねあの気持ち悪いんですよ、うんうんうん、それがその音がこう教室越しに聞こえてきたりねそれとねなんか知らんけどその子供たちのね残りがっていうかね なんかね もちろん一人もいるわけないんだけど、うん、なんかこもった感じっていうか、はいはいはいそれがねこう背筋がこう、うんっていうような夜特に即々とこう伝ってくる時があって、うんうんうん、参ったなとまあでもまあちょっと、まあ、慣れりゃこんなもん平気だろうと思ってたんですけどでね1階から4階までの校舎がぐる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 回っていくんですよ、うん、でねあのズルしようと思ったらちょっとこうなんかねあのできなくもないかなって、まあ、最初からそれ思ったわけじゃないけど、はいはい、でもちゃんとそれができないようになってまして腰にね西部劇のあのガンベルトみたいなのをね、ええ、はめなきゃいけない、はい、そんで時間ごとに例えば、夜の8時過ぎぐらいから巡回始めて、午前1時ぐらいまで都合4回ぐらい回るんですけど、はい、全校舎をねでちゃんと例えば、夜10時過ぎにこの教室の前を通りましたよっていうのをここにそのガンベルトみたいなところに刺してあるそのあれでパンチをね教室の前にあるその機械にガチャっていって刻まなきゃいけない。はだから絶対に手抜きとかズルができない仕組みになってる。そうなんですね。はいはい、必ずあなるほどで後でねあの通勤簿じゃないけど見た時にあなるほどあちゃんとこの日4回回ってる午前、1時には6年何組の教室前行ってるねっていうのが分かるっていう、うん、なもんだからまあちゃんともちろん仕事しますよってつもりで行ったんですけど。とにかくそのなんか気持ち悪いんででっかいこんなでっかいね懐中電灯もぶん回しながらで やたらと独り言を言うようにしながら、ええうん、もう思ったことは一時全部口に出したりガサッと音がしてなんだと思ったらもうゴキブリのすんげえ群れがうわーっと廊下を横切ったりとかそういうのをまた真夏のじとじとっとした時期なんであれを乗り越えこれを乗り越えしながらこうぐーっと回ってたんですけどだんだんあの1日2日3日経っていくごとにその最短距離っていうか、うんうんまあ、効率のいいこう巡回の仕方を覚えてくるじゃないですか、はい、でだんだん余裕ができてきたそんなある日だったんですけどやっと気づいたんですけどねその小学校の名物っていうか特色が、うん、どうやら美術図画工作の教育にかなり力入れてるんだなってことが分かった、はい、というのはある区画、まあ、宿直室からそんな遠く離れてない区画を通った時に
壁一面にブワーッと絵が飾ってあるんですよ。でそのみんな額にちゃんと丁寧に入れてあって、昭和40何年度卒業なんとかなんとか何年何組なんとか君とかその男女入り乱れて OB OG たちの作品がいわゆるその区内のなんとか美術コンクール金賞とか銀賞とかって全部表彰されてるのがダーッと飾ってあると。だからもう中にはもうだいぶ前の卒業生の作品なんかセピア色になってたりとかね。で、ああ大したもんだなーってのをこう照らしながらで私も好きなんでこうそのうちこう全部チェックしてくれなかった。楽しくなっちゃったんですよ。はい、ね、でも島田さん子供の絵なんてまあ言ってみりゃそんな凝った絵ってあるわけないじゃないですか。どうせ小学生なんだし、はい、まあせいぜいね僕のお父さんとか、ね、日光に遠足に行ったよとかなんかこうね走る鉄道がこう描いてあるとかねもう森の絵とか、はい、まあ大体その絵の題材ってのはたかが知れてるはずですよね。はいはいはい。ずっとこうやって見てたんですよ。でこう天井近いとこからもう隅から隅まで舐めるようにあこれいいねあこれ渋いねあこれは小学校3年生の筆使いじゃないなとかそれも全部いちいち一人ごとで口に出しながらやってったらある時ですよ、パッと照らした時に天井に一番近いところにあの額に入れてあるんですけどちょっと大きめの額なんですよ、ね、うん、でその額に入ってる絵がね全然あのいわゆる具象じゃない、だからああのどっか、ね、行った時の風景なんだなとか人物なんだなっていうのが一目でわからない抽象画っぽい、ほう、なんかねどどんとにかくねどんよりした絵なんですよ、ええ、こうねこう何度もこう引いてねうんうんってこう何度見てなんかね 円形のね今思い出してもねそのマンホールっぽいようなようでそうでないでその上をなんかこう蛇みたいなのがのたくってるようでと見るとやっぱそうでないとかっていうねとにかくそのあのウルトラ Q のオープニングのベーって出てくるようなあんなでっていうあんな感じのねそれがこう何かがとぐろ巻いてるような一目でね生理的にあ気持ち悪いって感じちゃうでも妙にリアルな、うん、なんかねこう立体感のある奇妙な絵だったんですよ、はい、それがなんかねそういうその僕のお父さんとか、ね、なんとかって遠足のみたいなのに混ざって入ってるわけです、うん、で俺は思わずねこう照らしながら何しろ全部口に出してたんで、はい、誰だよこれお前こんなもんさ飾っとくんじゃないよ子供の筆使いじゃないってこれなんだおい気持ち悪いよ これでもなんか賞取ったのかよおい見えないけどさみたいなことまで言って、はい、ねでブツ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 そうでもやっぱりその絵のもうものすごい引く力はあるからやっぱり見入っちゃうんですよ、うん、いやところで本当何描いたつもりなのよこれみたいなことやってずっとしかしこれはおかしい絶対おかしいって言ってたら遠く遥かなね遥か彼方からじゃないですよ本当にここぐらいですよここで息遣いが聞こえるぐらい息遣いがもう感じられるぐらい本当にここにいるみたいな声の大きさででも楽しかったんだもん子供の声で頑張ったもんこの距離で、ここで本当にここで、ここでその瞬間こんなねでっかい懐中電灯持ってた私ですけどねもうこういうだって一腰がもうストーンと抜けたこんなになって抜けた感じで慌ててねもう懐中電灯また放り出しちゃったのこうやってこうやってやってこうなってこの状態でねこうやって張って宿直室までこうやってほとんどこういう状態で宿直室に戻ってバッと後ろ手でねドア開けてで中入ったら膝抱えてもう俺が悪かったごめんな俺が悪かったずーっと言ってた覚えがあるんです、はい、で気がついたらね、朝になってました。翌朝でで交代要員の中年の男性でしたけどガラッと開いておっ!って言ったらどうしたの何してんのちょっと考え事してでもなんか様子がもうおかしすぎるから、うん、一瞬でなんか気づいたんでしょうね。あのね
体調はなんか本当悪いとかね、続けられないってことになると、まあこういう話したくないけど、これあのね、トータルで契約してるから、あの途中まででの給料を支払うってわけにはいかないんで、分かってくれるよね。いや、もちろんです、もちろんです。今日だけちょっとあの気分がちょっと悪くなっただけですから、ご心配なく、巡回はあのまんべんなくしてますんで大丈夫ですって言って必死になってごまかし、はい、でその日は帰ったんです、交代で。でも翌日から行きたくないですよね。そうですよね。まだね、4、5日、1週間近く残ってたと思います。でもまあ把握しろって、ここは稼がないわけにいかないから、でもうあそこの前通らなきゃいいんだと、うん、ね、あそこはもう絶対見ない、絶対あの絵の前はもう通らないって決めたら、なんとかその耐えることができて、うんうんうん、でもう違うルートで多少遠回りになってもいいからって言って、把握しろってね、その最終日までたどり着いたんですよ。で朝ですね、はい、同じ交代のその中年男性、今でも覚えてますけどね、明治大学出身で司法試験目指してる方でしたね、40代、当時40代、はい、でその人が、ああご苦労さん、ご苦労さん、もうねえ、ほんとあの無事勤め上げてくれてこちらも助かりましたなんて言われて、いやこちらこそお世話になりましたなんて言って、でまあよもやま話して、じゃあ、まあ、あなたもね、いやまだ学生さんでいろいろあのこれからあると思うけど頑張ってなんつってにこやかに別れたんですよ、はい、ね、そのまま帰っとけよかったんですよ。え、黙ってね、はい、もうね、魔が差したとしか言いようがないですね。やっぱりあの絵のことが気になってたんですよ、うん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 、そんで朝っぱらだから今は、まあ、軽い、はいはいはい、ね、であと1時間、まあ、30分1時間もすれば子供たちがわーっとなんかそのね、投稿してきますしね、クラブ活動かなんかでやってくる、はい、ね、味方いっぱいいる、ね、宿直室には交代要員の宿直の方いるしっていう、それがなんかね大きくさせちゃったんでしょうね、うん、夜だったし、はい、ね、深夜でそのもうビビりで多分幻聴幻覚ってこともあるだろう、うんうん、何、うん、かの何か何かその自分で何か、まあ、うん、勘違いってこともあるんじゃないか、今言ったら絶対あの絵何に もうその別な絵にだっての何か見間違ったってことも悪いだろうみたいな、そのね、打ってもう朝だから最後に一回だけ見ていこうと思っちゃって、はい、宿直室出まして、九段の絵しか飾ってない壁のとこまで行きました。もう懐中電灯なんか必要ない、うん、でもまあ家だった、もういつも見慣れた光景だから、これでこの絵見るのも最後だなっていうんで、もう一回じっくりこう眺めていったんです、こうやって順に、さあそろそろ来るぞ、そろそろ来るぞ、あの絵だぞ、あの絵が、あの問題の絵、そろそろ来るぞって言ってハッとたどり着いたら、その絵がないんですよ。額の額ごとないんです、額ごと、額ごとない、はい、額ごとないんですね。でコンクリのその壁の地肌が見えてるんですけど、そこにね黒い墨で大きくバツがしてやった。額がなくて、明らかに俺見たはずなんですよ、もう何度も見て、もう絵の配列も覚えてるんだから、明らかにそのね、俺がこの瞬間でも頑張ったよっていうね、ここで聞いたあの絵がないんですよ。でその瞬間、うわー、ものすごい得体の知れない寒気が襲ってきて、うんうん、で慌てて宿直室戻ってガラッと開けたら、こっち側に背中向けてその宿直の、ね、方がお茶入れてたんです、はいはい、で背中越しに、どうした、何か忘れ物でもって言って、いやあの忘れ物じゃないんですけど、あの実はあの私 の勤務中にですねって言おうとしたら、ものすごい低い声で、子供の絵のことだったら俺に聞いても無駄だよって言ったんですよ。もうそっからもうね、逃げるように小学校を飛び出して、もう泳ぐような手つきで家に帰った記憶しかないですね。え、ごめんなさい、その絵っていうのは実際にあったんですか、なかったんですか。いやいや、もうだからもう確かめに行けないですよ、その後。だからその夜ね、一平さんがこう見てうわって思ってからの数日間そこは見てないわけで、その間に取り外されたってことはないんですか。いやもうだからね、だとしてもですよ、だとしてもなんで
墨で×書く必要があるんですか。×ですよね、そこに ね。それがもう分かんない。いや、私も考えましたけどね、もうとにかくそのね、もっと言うとその×の仕方も不気味だったんで、ですよね。うん、まあ、でも何かやっぱりそこにもともとは飾ってあったかもしれないけれども、うん、昔、も外してもうここにはもう飾らないようにっていう、だからね、その宿職の方が、あの絵のことは無駄だよ、俺に聞いてもって言ったってことはやっぱり知ってたわけです、何かね。もうね、その答え合わせをするのももうなんかこうゾッとするっていうか、ただやっぱり聞いても無駄だよっていうふうに言うってことは、以前からやっぱりその宿直で、まあ、その夜景をしてた方が、その絵のあたりでやっぱ恐怖体験をする方がたくさんいたんじゃないか、まあ、で、途中これやっぱね、トータルで契約してから、途中で抜けられないよっていうのも、そういうことがあって、みんなもう1日2日でいなくなっちゃうから、そうならないような契約の形にしたんじゃないかとか、いろいろ考えますよね。かもしれないですね。だから似たような目にあった人間が多分私以前にいただろうなっていうのは、そのせいぜいね、探り当てるとしたらその辺しかないんですけど、まあ、ただやっぱりね、その聞こえた声ですよね、でも楽しかったんだもん、頑張ったんだもんっていうところで、まあ、以前そこにいらっしゃった生徒さんが、何か嫌なことがあったかもしれない、でもその時は夢中になって本当にいろんな思いを込めて描いた絵、何かこうおどろおどろしいって話もありましたけど、何か葛藤を抱えてたかもしれない、そんな子が心を込めて描いた絵だから少しそういう風に見えたのかもしれないと思うと、でもね、何かでも子供が描いたようには絶対見えなかったんですよ。でもそれだけはね、絶対にこんなね、だってその声の調子だって高学年ならまだ分かるんですよ、6年生とかって結構もういい発育してるじゃないですか。でも明らかにね、3年生以下、3年生とか2年生とかぐらいじゃないかっていう幼い声でしたから、